わっさわっさ始まったなすび TV。 はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。琵琶湖ガイドのなすびです。よろしくお願いいたします。はい、本日の動画なんですけど、偏光グラスをする理由についてお話ししていこうかなと思います。で、偏光グラスをする理由、僕の考えではまず大きく分けて2つに分かれるので、その2つをご紹介していきたいと思います。ちなみにですけど、僕はまあ専門家でもないので、あの琵琶湖ガイドとして現場に釣りをするものとしての意見ですので、専門的なもうこうじゃないのとか、そういうお話はコメント欄でも、ぜひ教えていただければと思います。まあとりあえず僕が感じたことをちょっとお話ししていこうかなと思います。はい、偏光グラスをするべき理由、その一つ、まずは、水中の中が見やすくなるからです。はい、かっこつけるためじゃないです。まあ、バスプロの方とかを見ると、やっぱ偏光グラスをつけた姿でかっこいいなっていう風にはちょっと思う方もいらっしゃると思うんですけど、僕もそう思ってるんですけど、何もかっこつけてるわけじゃなくて、まず一つ目の理由が、水中の中を見やすくするためです。はい、偏光グラスは、まあ、サングラスともまあちょっと似てるんですけど、光の反射をちょっとまあ抑えるという形で、水中の中がまあ見やすくなるという原理があります。そのために、偏光グラスをつけております。で、まあ、次が一番大事だと思うんですけど、偏光グラスをその理由もう二つ目は、ですね、やっぱり目を守るっていうことですね。もうこれが一番だと思います。まあ、それだとまあメガネでもいいんですけど、まあ、水中の中が見やすくするプラス目を守るっていう意味で偏光グラスをつける理由かなというふうには思います。はい。で、まあ、目を守るっていうにもいくつか、まあ、種類があって、まずは、まあ、僕らとか、まあ、まあ、おかっぱりの方もそうだと思うんですけど、水辺をやっぱり見たりするんで、そういう時に、まあ、天候が晴れている時とかだと、こう、照り返しとかで、まあ、肌ももちろん焼けますし、目も結構焼けちゃったりするんですよ。そういう意味でも、偏光グラスっていうのは、目の焼け方を抑えてくれるので、つけた方がいいかなと思います。で、まあ、一番の、で、一つで、その二つ目の理由で、一番大事な目を守るっていう意味での一番大事なポイントとしては、やっぱり、まあ、こう、釣りをするときって、やっぱりどうしても疑似餌っていうか、ルアーを投げるんで、まあ、針をたくさんついたルアーを、まあ、何ともブンブン振り回すわけじゃないですか。なので、やっぱり、まあ、自分だけじゃなくて、他の人にも迷惑かけないようにするために、やっぱ目を守るっていうのはすごい大事かなと思います。やっぱり、まあ、ほんとよくはないんですけど、まあ、ほっぺたとか、まあ、その手とか、まあ、他のところは当たったとしても、やっぱり、まあ、なんとかなるっていう言い方もおかしいとは思うんですけど、やっぱり目っていうのはもう本当に、どうしようもできない部分なので、まあ、そういう意味でも、まあ、針をこういう飛び交う釣りという遊びの中でも、やっぱり偏光グラスっていうのは一番まあ大事なんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、ちなみに僕の琵琶湖ガイドとかでしたら、やっぱりいくらフルサイズのバスボートとかでドカーンっていうなんか表現の仕方とかまあやってますけど、それでもやっぱりまあ一人やったら関係ないですけど、まあ二人三人まあ四人乗る時ももちろんあるんですけど、そういう時になるとやっぱりどうしてもおかっぱり感覚で見ていくと、すごいボートって感覚がめちゃくちゃ狭いんですよ。なのでそのキャストするもうお互いのなんか気をつけながら投げなければいけないんですけど、まあ、それでもやっぱり、まあ、当たってしまう可能性もなきにしもあらずなので、そういう意味でも、偏光グラスをつけた方がいいと思います。はい。というわけで、今回は偏光グラスをつける、2つの理由をちょっとお話しさせていただきました。まあ、クロートの方とかでしたら、まあ、そんなの知ってるよっておっしゃる、思われる方もいらっしゃるとは思うんですけど、まあ、初心者の方も含めて改めてこういう動画をちょっと流したらいいなというふうに思いまして、改めて使いすぎかな、思いました。はい、というわけで偏光グラスは僕の中で、必ずつけた方がいいと思います。というわけでそんな感じでルールを守ってモラルを守って釣りを楽しみましょう。はい、今回の動画終わります。最後まで見ていただきありがとうございました。